こんにちは、日野です。今回はですね、出どころが全てということをお話したいと思います。で、僕たちが行動するときっていうのは、どういう感情とかどういう意識で行動してるかっていう、その出どころ、まあ、動機ですよね。それが一番、ポイントになってくるっていうことですね。まあ、例えば今、二極化っていうことが言われてますけれども、まあ、これが、二極化っていうのはね、いい悪いは置いといて、まあ、例えばそれが今世間的に言われてる。で、それを、まあ、聞いて反応しますよね。あ、じゃあ二極化になってるんだということで、その時に行動する。じゃあその行動する動機、出どころはどういう感情、どういう思いで行動してますかっていうところが、一番その人の、まあ、その人のっていうか、一番大事なポイントになるんですね。で、例えば二極化、取り残されると嫌だとか、ついていけないと怖い、取り残されたらどうしようっていう、そういう不安とか恐怖、あるいは、焦燥感、そういった気持ちで動いているとしたら、それはうまくいかないですよということなんですよ。たとえどんな、その行動したとしても、やっぱりその動機っていうのが一番ポイントで、それはなぜかっていうと、動機が全て自分の出している周波数、原点だからです。で、それがその原点から行動している、不安から例えば行動してたら、不安の周波数を出しながら、行動し始めているっていうことですから、結局不安とか恐怖の、周波数でどんどん現実が展開していき、そういう周波数が形作られていって現実が展開していくっていうことになるんですね。だからうまくいかないことが多いっていうことになるんですよ。でも、もしその二極化っていうことを言われて、すごく、こう自分の中では、絶対的なこうね、平安のもとに行動していくのであれば、これはうまくいくかもしれないですよね。まあ、うまくいく確率が非常に高くなる。なぜなら自分はその愛の周波数を持って行動していくから、やっぱりそういう方向、そういう周波数が、集まって、そういう周波数のもとに現実が作られていくんですね。ですから、まあ、その現象云々よりも、自分がどういう出どころ、どういう動機で行動していってるかっていうのが、一つ重要なポイントじゃないかなって思うんですね。それが全てなんですよ。その人の作っている、現実を想像している全てになるんですね。だから、その出どころっていうのは一番ポイントで、同じ、行動をしてたとしてもですよ。同じ行動をしてたとしても、その愛から行動しているのか、あるいは恐れ、不安から行動しているのかによって、全く違う結果に、展開になっていくっていうことなんですね。これは非常に重要なことだと思うんですよ。だから、どういう行動をしたかよりも、どういう意識、どういう感情で、行動をし始めたかっていうところなんですよね。スタートはイコールゴールなんですよ。スタートの出どころの周波数っていうのがゴールの周波数になりますから、全て一致するんですね。だから、スタートが一番大事。スタート、つまり出どころ、動機、それがですね、一番根本的に大事なんですよ。願望実現とかっていうのでも、願望実現する、こういう願望があるとしたら、その願望は、もともとね、何かから、避けるためか、あるいはお金がなくなるのが怖いから、こっちに行動するとか、死ぬのが怖いから行動するとか、っていうのであればですね、それは、ちょっと見直した方がいい。もう一度原点に戻って、自分はどういう思いで、どういう出どころで行動していきたいのかっていうところを、もう一度自分自身見つめ直した方が、いいということですよね。で、一番うまくいく方法っていうのは、実はもう簡単で、まあ、答えを先に言ってしまうと、絶対的な平安感に包まれた状態で、動いていくっていうことなんですよ。じゃあ、その絶対的な平安感に包まれた状態で動いていくには、何が大切かっていうと、誰かすごい人についていくのかっていうか、それか、自分の、自我、あるいは自分の、思いに従って生きていくのか、もしくはもっと絶対的なる力、を持つ、まあ、この地球を作った創造主に従って、あるいはその創造主と共に生きていく、行動していくのかっていう、その違いなんですね。だから、まあ、今3つほど言いましたけれども、その中でどれが一番自分が、安心して、あるいは自分がこう平安な気持ちで行動していけるかっていうところですよね。だから、神を信じない、例えばね、神を信じない人が、神を信じてやっていってくださいって言っても、まあ、まず無理な話だと思うんですね。だから、それぞれの、人の
役割というか、それぞれの選択の自由っていうのがありますから、これはどれがベストですっていうのは言えないんですけれども、ただ僕自身の場合で言えばですね、やはりこの絶対的な存在、この地球とかその人類とか生命全てを作った存在っていうのはいると思うので、その存在が作ったのであれば、その存在の思いをに従っていけばですね、うまくいく、まあうまくいくっていうか、自分の役割を全うできるっていうふうに思うんですね。ですから、そういった絶対的な存在を主軸にして、行動していくっていうのがですね、まあ僕にとっての今の選択で、ベストな選択だというふうに思ってやっていくっていうことですよね。人それぞれの選択の自由っていうのがありますから、あるいは自分の思いにね、自分自身を信じるんだっていうことで行くっていうのももちろんあると思います。ただ、神を信じるということは、自分を信じることでもあるんですね。ですからそのあたりは切り離すことはできないわけです。神だけに依存するんじゃないんですよ。自分という存在を信頼しているからこそ、神という存在にこの身を預けて、そして、行動していくっていうことなんですね。ですからこのあたりが、まあ僕自身もまだまだね、ちょっとこう消化、っていうかうまく説明できない部分でもあるんですけれども、とにかく出どころ、動機っていうのをですね、一番重要視して、あ、なぜ今自分はこの行動をしているのかなっていうのをね、その都度振り返るといいですよね。そうするとそれが恐れとか不安から行動しているのであれば、ちょっと立ち止まってもう一度ね、自分は本当はどうしたいのかっていう、どういう、あり方がいいのか、どういう、ことを目指しているのか、でそのためにじゃあ今からここから何をしていけばいいのかっていうのをですね、もう一度振り返って問いかけて、そしてもう一度新たな、再スタートを切るっていうぐらいでもいいと思うんですね。そういうふうにして、行動していくとですね、結局愛から、最終的には愛とか、その喜びから行動できるようになってくると思うんですね。あるいはその、原点から行動するように自分が、なっていくと思うんですよ。それが続いていくとどうなるかっていうと、常に喜び、愛、そういった周波数を放ちながら行動していることになりますから、これが願望実現の、究極の法則ですよね。うまくいく法則なんですよ。で、それは自我という思いも、そんなにないというか、自我じゃないんですよ。自我の思いを超えたところで動いていることになるんですね。愛とか喜びとかっていうのは、自分一人だけのちっぽけなものではないはずなんですね。ですから、もっとこう広い周りの人が例えば幸せになるとか、家族が幸せになる、周りの人たちが幸せになる、あるいはこの世界が良くなるためにじゃあどうすればいいのかっていう気持ちで、意識で出どころでやっていけば、これうまくいかないはずがないはずなんですね。それを叶えるために、天が、まあ応援してくれるというのか、あるいは、天の思いを叶えるために自分を使ってくれるっていうことですよね。そういうふうになっていくと思いますので、ちょっとうまく言えてるかわからないんですけれども、そういうことをですね、考えながら、まあ、出どころっていうのをですね、今一度その一つ一つ自分が行動していくときに、出どころっていうのをちょっと意識して、行動していただくと、またこう違った結果がですね、出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、僕自身にちょっとこれは自分に向けて言ってるのもあるんですけれども、そういう意識でいけばですね、常に喜びの周波数、愛の周波数でもって、こう行動がしていけるんじゃないかなというふうに、感じております。ということでね、ちょっと長くなりましたけれども、今回は以上になります。ありがとうございます。